ジェンクロ公式ウェブラジオジェンラジ。こんばんは、ドリカヒカルです。今よさみです。内田彩です。高木ゆりかです。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ、今週もスタートしました。はい、はい、さてチェンクロは現在テレビアニメ盾の勇者の成り上がりとのコラボを展開中ですが、皆さん盛り上がっていらっしゃいますでしょうか。もちろんさ、俺たちは盛り上がっているさ、はい、うん、おおおおごめんなさいね、本当にですね、時間軸が、はい、まだ足りなかったですね。はい、でも私は少なくともグラスはゲットが決まってるんで、あ、リツイートしたので、ハンちゃんはゲットです私もします。そうだってほら言ってたもん、超強いって、うんうん、確かに、ね、言ってたからゲットしておりますが、皆さんもぜひゲットしたら活躍させてあげてほしいと思っております。はい、さあ本日もですね、この後私のボスが来ます。おお先週決まった、はい、そうですが、二人役の瀬戸あさみさんを迎えしてお届けしたいと思います。ということで始めてまいりましょう。チェンラジスタート。この番組は株式会社セガゲームスの提供でお送りします。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジである。改めまして、緑川ひかるです。今やさみです。内田彩です。高木ゆりかです。そしてゲストはこの方です。テレビアニメ盾の勇者の成り上がり、ラフタリア役の瀬戸あさみです。お願いします。はい、お願いします。引き続きよろしくお願いします。さてボス、ついに母のスキルさん、はい、ついにチェンクロとテレビアニメ盾の勇者の成り上がりとのコラボがスタートしてますよ。はい、嬉しいですね。みんな遊んでくれてるでしょう間違いない間違いないっすはい、というわけでね、あの皆さんはどんなねこう組み合わせで遊んでくださってるのか楽しみではございますけれども、うん、はい、じゃあ行きますか。いつものここで皆さんからメッセージが届いているので紹介していきましょう。題してアルカナメール。はい、ということでゲストさん宛てのメッセージが届いていますよ。紹介していきましょう。ペペペさんからいただきましたありがとうございますチェンラジの皆さん、ゲストの瀬戸さん、こんにちは。こんにちは。発表されている盾の勇者の成り上がりコラボ楽しみですね。配信日的にはすでに始まっている頃でしょうか。読みがいいねバッチリナオフミやラフタリアといったコラボキャラクターの性能ももちろんですが、アニメを見ている身としてはやはりアニメと連動したストーリーが気になります。あらすじではヘリオスが剣の勇者と勘違いされてしまうそうですが、果たして義勇軍と盾の勇者一行がどのような物語を展開していくのか今からワクワクしています。ところで瀬戸さんはガチャ運は良い方なのでしょうかという質問。ガチャ運、うん、そうですね、ガチャ運は良くない。あれ、なんかあんまりこうゲームでやってても、うん、なんか当たらない、自分のキャラクターが出るかなと思って、うん、あのアニメ作品でやったりしても出ないがちです、うん、はい、ここでな、私結構出るんですって言ったらみんなが携帯をすかに差し出しますその後出なかった時の皆さんの悲しい顔を見たくないみんなに嫌われたくないなるほど、はい続いて給料のくまこさんからいただきました。パーソナリティの皆さん、ゲストの瀬戸さん、こんばんは。こんばんは。盾の勇者の成り上がりとのコラボ開催おめでとうございます。瀬戸さん演じるアジンのラフタリアといえばモフモフの尻尾が最高ですよね。アニメでは嬉しい時に尻尾をフリフリする姿にキュンキュンしっぱなしでしたが、皆さんが可愛いなと思う人間や動物の仕草はありますか。魅力的なキャラクターはもちろん、テレビアニメと連動したアナザーストーリーや鳥殺しボイスなどコラボを目いっぱい満喫しようと思います。いただきました。うん、あります。瀬戸さんはありますか。人間の可愛い仕草ですか、はい、あ、なんかキョトンとした顔してこっち見てきて、うん、急にニコって笑われると、うん、あの射抜かれる。ユリポンその毛あるよね。キョトンとなんてしつもしてるしてますかね。そうだよ、読み間違えた時とかにみんなからさっと見られても、はい、何ですか何回も同じ間違いしましたもんね。なんで間違ってるか、あれまさにキョトンでしたよね。からの笑顔が大好きです私は、はい
なるほど。ありますか？ありますか？今さんやっぱ猫ちゃん、にゃんこの可愛い仕草とか、かわいそう。にゃんこはね、大変可愛いんですけど、今傷を負ってるのでね。あれ？戦ったんですか？ちょっとね。ちょっとね。かっこいい。ちょっとね。ちょっと指の間の毛を切ろうとしたら反撃されたよ。カボゴにしすぎだね。カボゴにしすぎ。フローリングとか歩くと滑るといけないと思って切ろうとした。優しい。何すんだ！つってやられちまいました。お前のためだぞっつって。母のスキルが。そう、うちは今井さんとこと違って犬だから、あのパピヨンってあの耳が立ち耳なんだけど、あのなんだろう、愛情表現するときはクシュってこういうふうに、ま、曲げてくるのが可愛い。曲がる。そう、緊張するとこピーンってこう、普段こういう耳がこう縦になるんだけど。なんかね、すごくなんか甘えてる時はこうキューってキューって分かりやすいのがね、可愛い、愛おしい。うちさんはあります？なんだろうなあ。あやちゃんはな、あやちゃん自体がとんでもなく可愛いからな。確かに、うちさんなんだろう、あでもなんか、つむじが好きで、人の一個派二個派。二個あったら嬉しい。なんかやっぱこう後ろ姿とかこう歩いてる時に前を歩かるもん、前を歩いてる人のつぶしとかを結構見ちゃうんですよ。子供の頃はね、結構寝癖とかついて大変だったろうにとかね、思ってた。つむじはみんな右巻きらしいので。そうなの？大体こうつむじって右に、時計回りに右に巻いてる。すっごい瀬戸ちゃん探してるけど、いや多分ここだと思われるんですけど、きっと右巻きですよね、私普通の人間。標準って1個なの？人によって。あ、どうなんですかね。あー、人に、本当人によるのかも。これすごい昔の記憶だけど、親に3つあるって言われた日。わかんないです。昔なんかそういえば久しぶりにつむじなんて聞いたし。新年の渦が3つだ。面白い。ちょっと見ちゃいますね。面白い。はい、ということで皆さんメッセージありがとうございました。さあ、じゃあこの後チェンクロをプレイしていきたいんですが、ボス。ボスの力を見せてやってくださいよ。いやいやいや、でやりますよ。再びプレイお願いしたいと思います。頑張ります。というわけで準備ができました、ボス。はい。で、本来だったら盾の勇者の成り上がりのパーティーであのプレイをしていただきたかったんですが、ちょっと時間軸がずれてて、あ苦しいかな。そうなの。なんならまだ生放送撮ってない。あばばばばという成り上がれない状況なんです今。でここからはあのボスにチェンクロをプレイしていただくのですが、はい、盾の勇者の成り上がり風コラボということで、チェンクロなりのですね。やっていただきたいと思いますが、このようなパーティーを組ませていただきました。お、はい、盾の勇者の成り上がりでございます。なるほど、みんな騎士、盾を持っておりますね。そうです、まあ、僧侶いないと厳しいだろうということでリリスさんが入っているんですが、このメンツを見てユリポンとあやちゃん何か気がつくところありますか？金髪が多いな。本当だ、金髪が多いな。間違ってない。本当だ、盾の勇者と金髪、髪の毛の色をよく変えるパーだ。あやちゃんだ。あやちゃん、スキルが生きてる。違いますよ。いいですよ、そうです、金髪。騎士パーティーなんですけれども、成り上がりということで、レアや S レアからダブル S レアに成り上がりしたキャラでパーティーを組んでいただいております。なるほど。カインさん、ナックルさん、ダダディさんなど前にいるもんだね。確かに。そうですね。そしてみんな金髪なんだな、やっぱり。金髪。はい、というわけでそれではボス、これでですね、はい、拷問部屋再びという拷問部屋、はい、この番組が大好きな拷問に、噂は主に緑川さんが大好きなんです、はい、そうなんですね。収録前にすごい皆さんが盛り上がっていたのを感じておりました。拷問部屋だぞ、拷問部屋だぞ。うちの番組拷問部屋ビーキなとこあるからね。テンラジリスナーはもうあえて拷問部屋っていうからね。緑川さんですよ。ボスにはちょっと拷問チャレンジ、水戸かな。はい、というわけでそれでは早速行っていただきたいと思います。はい、始めるボタンを押してください。行きます。拷問ついでにあのヒロイックスキル外してあります。あら、
本来は強い助っ人を選択できるんですけど、はい、できないんですか？助っ人もスタッフが入れてなかった。なんでやねん。でもどうなんだろうね、前の拷問部屋から若干強くなってるのがこれなのかな。そうなんですか ね、 ね、ちょっとね、さじ加減が分かんないけど、はい、だけど本日初めてジェンクロを触られてるのかな。あ、瀬戸ちゃんさっきちょびっとだけと、はい、操作方法だけ教えていただきました。おお、なんかゲーム慣れしてる感じだね。どうですか、とりあえずこう線をこうつなげて敵へ、すごい、オートじゃないよ。そうなんですよ、すごい敵へかけていく。さすがボス。スタッフさんのあれかもしれないですけど、なんか武器がやる気ない武器持ってる。え、そうなんですか。私私は測られました。コンプ屋行くっていうのに花束持ってる人、うん、え、舐めてますね。大丈夫ですか。ただ近い近い強いっす。必殺技とかもぜひ使っていいですか。使ってください。わかりました。よ、ユグドを守る。カインは成り上がりのプロです。わあ、ちょっと強すぎません今の。今の攻撃すごいな。あのメラメラしてる時はもっとすごいの出せる。メラメラって どこが体の周りがメラメラしてる。なるほど、ちょっと強いのが出てきたら。エリスもメラメラしてるよ。え、エリスをタッチすればいいんですか。エリスをタッチして、ポン、命を背負う。おお、ステンドグラスみたいなの。回復もしっかりして。この赤く囲われてるのは何でしょう。その中にいると攻撃力が今上がってます。上がってます。それはいいですね、うん、全然拷問されてない、うん、確かに、うん、全然クワガタで倒せちゃう。確かにクワガタみたいなのを持ってますね。すごいね、あの本当にクワガタですね。クワガタかな。カブトムシだったっけ。どっちだったっけ。あ、でっかい雲、でっかい雲来た。これでも最終ウェーブなので。ここは抑える。え、これスラッシュ。おお、強い。さすが成り上がり先輩。すごい。すごい。上がってますね。今でもカインはね、本当超でっかいの来た。でっかいでっかい。カブトム、あー、あー、なん、あ、ここは抑える。あ、え、これスラッシュ。うーん、強い。次ちょっと カブトムシさんで必殺技出したいですね。カブトムシさんを角度的に、うん、確かに棒に捕まってる。棒に捕まってる。これ持ってないの。おー、余裕、うん、いやもうキャラクターがとても強い。でもボスはこれじゃ物足りないでしょ。こんな拷問されないのに拷問部屋って言われたら流すたるでしょ、セットアサミの。そうですね、全然まだ拷問された気分ではないですね今のところ。わかりました。それでは拷問部屋各種取り揃えております。え、各種スクロールしていただいてですね、いくつか拷問部屋ございます。はい、レベルがありまして 2、4倍、6倍、8倍、10倍とありまして、途中からはですね、緑川さん考案の武器もゲットできちゃうという。すごいですね。え、これは本当に私拷問部屋について存じ上げないんですが、どのくらいがまあまあいけるだろうっていうのが何倍ぐらいでしたか。いいですか。とりあえず1個上行ってみますか。4倍とかですか。あ、2倍で2倍ボス行きますね。2倍で大丈夫です。じゃあ2倍に。2倍でも結構変わるので。あ、そうなんですね。じゃあ2倍の方挑戦していきたいんですが、2倍4倍って敵の数が2倍ってことなんですか。いや、強さだと。あ、強さなんですか。これは助っ人選択ってなってるんですが、どなたを選んだら。誰でも良いですか。気になる子でどうぞ。じゃあやっぱり金髪、金髪を連れて行きます。カイン、はい、ではこれで始めるで行きます。どのくらい拷問になってるんでしょうか。2倍。ドキドキしますね。もうマナが満タンだね、最初から。あ、本当だ、なかなかゲージがちょっとさっきで減りが悪いですね。あ、撃たれる。ユグドを守る。 10の子は結構攻撃力が高いので、10の子、10の子、あ、あ、あ、飛び道具の人ですね。お迎えです。じゃあ先にそれを倒すように。あ、でかいでかいでかい人が来た。あ、クワガタさんも。すごい、クワガタさん、すごい、
フレンドの武器がすごいからちょっと落差が激しい。確かに。あ、斧もダメージが結構食らいやすいの。あ、オレッチ最終奥義。オレッチどこでやってんだ。マジか。オレッチ。あ、死んじゃう死んじゃう。待って待って。危ない。で、あの緑のあのリリスちゃんで回復を、はい、あ、出した。もうした。さすが。一個上がっただけで割と。結構来ますね。すごい。なんか敵のゲージがなんか、あ、銃が二人も来た。どこでやってんの。大丈夫。よかった。あ、ちょっと危ない危ない。 あ、よかった。歌っている、踊ってる歌ってるんだこれ。まあでもこの場合ね、回復してもいいかもしれないよね。あ、なるほど、うん、あ、おー、これがもうボスでしょうかね。よし、じゃあクワガタまだ中ボスだぞ。あ、中ボス。オレッチ、オレッチ、オレッチ、オレッチちょっとだったな。まあ、オレッチってそういうキャラもあるんです、ね、ちょっと成り上がった感じですね。なんか無駄遣いしちゃったかな。あ、白い雲、あ、雲が、あ、ユグドを守る。え、ダメダメダメ、雲が、あ、でも大丈夫、こっちが、いけたいけた、強い。おー、みんなメラメラしっぱなしだ、こりゃ。メラメラ、これはもう必殺技をいっぱい放っちゃった方がいいんでしょうか。確かに、僧侶もなんか緑色の丸いのが溜まってるから。あ、僧侶さんのそっち使ってあげた方がいいかもしれない。命を背負う。攻撃力が上がるんですね、それは良い。あ、また銃が出てきましたね。困ったぞ。あなたの意志に祝福を。確かに僧侶マナーの量すごいですね。3つありますもん。ここで、あ、またそんな攻撃したいのに。確かにめっちゃ過保護。確かにもっと苦しい。ごめんなさい、私のせいで。このパワーが今過保護にしてます。過保護ありがたい。あなたの意志に祝福を。まあ、でも大きいキャラ敵が2人も出てきたのでちょっと今確かに。え、使えない必殺技が。そうなんです、大丈夫、封印されてる。でも僧侶マナーは使える。僧侶マナーされにくいから。僧侶マナーはめちゃめちゃ使えますね。命を背負う。ありがとう、かくん。俺っち以外は封印されてないから。あ、わー、ここは抑える。お、頑張れ。スラッシュ。倒れる、倒れた。え、え、え、二人倒れたぞ。倒れた、うそ、どうしよう。あ、二人も倒れてる。うそ、え、あ、ほんとだ。気づいたらみんな倒れてた。ごめん、みんなごめん。大丈夫、カインが2人もいるもの。うん、確かに。やっぱちょっとカインちゃんとふざけた武器持ってるしちゃったから。めっちゃ面白い。あの2人、あの2人ちょうどね、勝てたらいいか。あ、すごい、やった。じゃあちょっと2人の犠牲を伴いつつ。自業自得、舐めてたから。そうですね、成り上がり失敗です。いやさあ、というわけで、さくちゃんには遊んでいただきましたけれども、はい、武器もゲットしての、よかったです、武器。これは難しいね、手に入れんの。黒めっちゃ苦労したのに。めっちゃ苦労しました。さあ、どうでした、実際に触ってみて。いやちょっとこう、まあ、2倍になったところで急に敵が強くなって、うん、息切れですね。はい、守ります、私が。いやでも、オードじゃないのはすごい。いや、とんでもないです。敵が素晴らしかったです、うん、すごいキャラクターでした、うん、はい、というわけでありがとうございます。ただここでですね、はい、あのちょっと我々もちょっと拷問部屋のいろんなものが見てみたいということなんですが、緑川さんがチャレンジしたいものがあると聞いております。うん、うん、ていうかさっきね、今井さんも言ってたけど、うん、グリーンリバーライトって昔ね、うん、自分たちで考えた武器が復刻してるらしいんですけど、うん、はい、グリーンリバーブライトになってる。え、違う。グリーンリバーブライトになって、星が1個増えてるし、成り上がってる。あと本当だ、アビリティもついてるんですよ。だからちょっとそれをこれから取りに行こうかなと。見たいです、見たいです。はい、え、それはどこにあるんですか、何倍にいるんですか。4倍から出てきますね。強なのでそれ行ってみたいと思います。お願いします。はい、我々の時間軸ではちょっと前に導入されて、数時間前、そうですね、なんかでも嬉しいですね、拷問部屋のこの何倍何倍ってたくさんあるんですけれども、とりあえず4倍から僕のグリルバプライトがゲットできるようなので、ちょっと行ってみたいなと。一瞬ボスが4倍に行こうとしてましたけどね。いや本当に2倍を経験して、あの舐めていたなということを痛感しました。さあ、どのくらいなんでしょうか、4倍、ね、うん、とりあえず、まあ、うん、自分も舐めたパーティーですけど、いや、ガチパーじゃないじゃん、自分のキャラクターで。確かに、そう、まあ、グリーンリバーブライトを取りに行くならグリーンリバーパーティーで行かないとですもんね。おお、
ール緑川さんパーティー。でもわ割とすごいじゃん。すごい。うわ怖。いやでもヤイトがいればなんとかなる。怖。意外に意外に手応えあるよ。怖えな。あでももう殲滅しております。早い。いややだな。マジで、ね、マジで困ったな。みんなで行けばやっぱ早い。いやいやちょっとね、うん、ちょっと恐れてるよ。確かに。えマジで？さっきの騎士で防御力が高かったけど今回戦士しかいなくて防御力が低いんですか？防御力が盾がないからありゃあまあこの斧がやばいですね。ちょっとね少しドキドキうっそーみたいな。シュダ様でとどめを刺したらみんなの力が上がるんでね、それも狙っていきたいところですが、ニート大会ランマン。おーライトすげー。やっぱライト一気にライト強いよ。え強い。おだんだん上がってきましたね、うんうんうん、お強い。でもなんか三島のおかげで海になってるからボンベアボンベア感が確かにそうです。なんか甲板で楽しく遊んでる感がすごい花火見ながらたまやうお歯応えあるな。マジで4倍でこんな感じなのか。普通に強いパーティーで行かないとダメだな。当たり前だけど。あ、アマツだ。新しいアマツ縫うようにアマツ。大会ランマン。アマツ。最強は常に一人。自分がやった時より当たり前ですけどチームワークが見える。あ確かに。ちゃんとみんなで戦ってる感じがする。うわあ。アマツ。今助っ人が助けに来てくれて、ちょっといなくなって時間切りで帰っちゃった。あ、ボンベア。部屋にあれあれボンベアだった。さっきまで海にいたの間違いなくなんで我々が夢を見ていたような我に帰りましたね。悲しくなっちゃう。あ大丈夫そうだな。そうですね。あとはこの次くらいで終わるかな。うん、俺に群がる害悪と光の中に滅びよ。僧侶フィニッシュ。ちょっと焦った最初。そうですね。意外に減る。やば。確かにゲージ減るのがすごい。あ素晴らしい。ということでこれでゲット。そしてなんと前は聖武器でリヒトにつけることができなかったんですけど、今回は残武器に。残武器になっております。そしてアビリティ総量ものを獲得すると攻撃力が一定時間上がり、人々が一定時間徐々に回復する。あれ皮が抜けている感じがする。これあれじゃない、あれと一緒じゃない、ヤイトとヤイト旅行。あ確かに旅行。あでもなんかそんなのあって、じゃあせっかくなんでリヒトにつけてみましょうか。見たい。モチベーション上がるね。頑張ろう。でももう全部いいやつつけてるからまあこの貢献ノワールを捨ててリヒトの持ち武器今ゲットしたのどこ行った。あれ今ゲットしたやつどこ行った。どこだ、どこかな。本当に残武器だったのかな。あ、いた。あ、お花みたいなありました。これ、ね、クローバー。おちょっと書き込みが進んでる。さあどんな感じなんでしょう。あ、かわいい。かわいい。メルヘン感が増した。すごいですね。僧侶だ。これ瀬戸さんわかります？あのグリーンリバーライトって緑、はい、川光るみたいな。いや私さっき気づいちゃいました。そういうことかって。やっぱり頭がいいぞ。いいですね。いいコラボレーションですね。すごいね、時代を経てついに、うん、ついにモテた。モテ
ました。そう、自分でこれこの時言って武器もそうだし、はい、キャラクターも考えてて、自分のキャラクターは僧侶で作ってたから、じゃあ僧侶で持たせられるように聖武器で考えた、はい、その、あの僧侶が持てる武器で考えたんですけど、はい、出来上がったらなんか剣士みたいな武器を持つキャラクターだったので、僧侶なのにだからつけられないっていう今回はつけられる。そう、ちょっとねカテゴリーが変わったんで。やりましたね、やりやがりだ、おめでとう、おめでとう、はい、一緒で。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ。はい、というわけで、武器の成り上がりも見ていただいたところで、はい、ここで残念ながらゲストの瀬戸あさみさんとはお別れの時間が来てしまいました。はい、最後にチェンクロとテレビアニメ盾の勇者の成り上がりのコラボを楽しんでいる皆さんにメッセージお願いします。はい、ゲームをプレイさせてもらえて、世紀の瞬間にも立ち会えて、なんだかとってもいい回にゲストに呼んでいただけたなという気持ちでいっぱいです。はい、今盾の勇者とコラボ中ですので、ぜひチェンクロもアニメも盾の勇者楽しんでください。よろしくお願いします。というわけでゲストは瀬戸あさみさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ。続いてはこちら、チェンクロ最新情報。このコーナーではチェンクロの最新情報をご紹介していきます。それではチェンクロ運営ディレクターの酒井さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。現在開催中の盾の勇者の成り上がりコラボですが、今週のですね木曜日6月20日からは、イベント後半となりますイベントミッションなどが開催されます。こちらはですねイベントミッションやクエストなどで、各種武器ですとか、それからダブレスのキャラクターなどいろいろ入手することができますので、まあ、前半をいろいろ遊び尽くしたという方ももう一度後半の20日からいろんなイベントミッションとか追加されますので、こちらもプレイいただければと思います。コラボイベントはですね6月27日の木曜日10時59分までの開催となっております。そして、毎日リツイートキャンペーンの第2弾も6月20日の11時から開催となります。こちらはですね、盾の勇者の成り上がりの豪華グッズ、ブルーレイボックスですとか、書き下ろしのアクリルスタンドなどなど、様々なグッズをですね合計で18名様にプレゼントいたします。こちらは6月20日からとなりますので、ぜひ、特設サイトの方で情報をご覧いただければと思います。そして、先週もお伝えいたしましたが、6周年のユグド祭が、7月20日の土曜日に開催が決まっております。会場は東京お台場の TFT ホール1000と、そして TFT ホール300となります。こちらですね、イベントで販売する物販の情報ですとか、ステージコンテンツでどういったものをやるのかというところに関しては、来週か再来週のチェンラジでも、続報をお伝えいたしますので、もう少しお待ちいただければと思います。そして、キャラクター人気投票が現在、開催中となっております。6月24日の月曜日からは、全キャラクターを対象としたオールキャラクターの人気投票、こちらはですね、過去の殿堂入りのキャラクターなども撤廃した全てのキャラクターが対象となっておりますので、ぜひ、一人様1日1票まで投票していただければと思います。こちらの結果は、7月20日のオフラインイベントユグド祭の方で発表いたします。ということで、以上チェンクロ最新情報でした。酒井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジだって、わーにゃにゃん。さあ、この後はチェンラジオリジナルラジオドラマをお届けします。今回はリクエストをいただきました。ペンネーム給料のくまこさん。現在募集中のオリジナルコーナー企画でシャウナ先生の話題が出た際、今井さんが魔人島バスフェス限定キャラだし、新しくチェンクロを始めた方は知らないかもとお話しされていましたね。うん、教え子のために他の大陸からユグドまで追いかけてくるほど生徒思いなシャウナ先生が大好きなので、ラフィンや魔法学園のみんなも登場し、シャウナ先生が大活躍する話をぜひ聞いてみたいです。この機会にシャウナ先生の魅力をたくさんの方に知っていただきたいので、どうぞよろしくお願いします。ありがとう。とのことで、今回の配役は私がトビアス、はい、そして私今井さんがシャウナ先生です。そして私内田彩がアルフィンとレイリーです。はい、そして私高木ゆりかがアリーチェです。それでは行ってみましょう。チェンラジラジオドラマスタート。レイリー先生、訳を聞いてください。問答は無用です。さあ、つららになりなさい。いけません、レイリー先生。シャウナ先生、
あなたは確か他の大陸からいらしている先生ですね。なぜ私の邪魔。理由は知りませんが、先生、体罰は良くないと思います。そうな先生。では理由をお教えします。アリーチェは課題を忘れたのです。なるほど、それはアリーチェさんがいけませんね。分かっていただけて何よりです。ではアリーチェ、つららになりなさい。今度は何ですか。それでも体罰はいけないと思います。何か別の形の罰にするのはどうでしょう。というわけでマヌー警団のお手伝いをして魔物を毛髪しよう。マヌー警団、毛髪するって何。え、違った。魔法相談、魔性集団。アルフィンさん、魔法兵団ですよ。そうそう、それ。あの、では毛髪というのは。多分討伐ですね。そう、さすがショーナ先生。伊達に長年アルフィンさんの先生をやっていませんよ。なるほど。つまり我々の魔物討伐のお手伝いをしてくださると。はい、アリーチェさんは罰として討伐のレポートを提出することになったんです。氷漬けにされるよりはマシなような、余計大変なことになったような。大丈夫ですよアリーチェさん、先生とアルフィンさんもお手伝いしますからね。それに氷の中でじっとしているよりも魔法兵団のお仕事を間近で見る方が得るものがきっと多いです。なるほど、確かに罰はそれによって学べるものがあるべきですね。ですが氷の中でじっとしているというのも己を顧みるにはいいかもしれません。瞑想や施策もできますし。なるほど、ただの体罰だと思っていましたが、レイリー先生はアリーチェさんにそうした時間を与えたかったんですね。先生、レイリー先生に失礼なことを言ってしまいました。いや、多分違うと思いますけど。とか言ってる間に魔物が来たよ。うわ、炎のマナよ。アリーチェさん、危ない。シャウラ先生、大丈夫ですか。先生、私をかばって。先生は先生ですから、生徒をかばうのは当たり前です。でも、シャウナ先生に怪我をさせるなんて、悪い子はみんなお仕置きだ。すごい、ハンマーでどんどん魔物をなぎ払っています。これは先生も負けていられませんね。え、先生、怪我をしたんだから休んでてください。いえいえ、このくらいの怪我なんてことないです。生徒が頑張っているのに休んではいられません。さあ、悪い子たち、先生がお仕置きです。シャウナ先生すごい。よし、僕もそりゃお仕置き。お仕置きです。あっという間に魔物がいなくなってしまいました。私何にもしてないよ。あ、そうでした。これはアリーチェさんの罰なのに、ごめんなさいアリーチェさん。いやいや、全然 OK です。いえ、これではレイリー先生にも顔向けができません。先生、ちょっと魔物を探してきますね。僕も手伝う。いらない、いらない、気にしないでくださいってば。ヒヨニが出てこないだけでだいぶ雰囲気が違います。確かに。最初、あれ、こんな放送していいのかってちょっとびっくりしました。そっちですか。立ち上がり、なんでこんなセクシーなの。あ、なるほど。
何をするんだ二人はみたいな。メイリー先生だ。先生出てきたから。アリーチェが。そしてアリーチェがもうまた、はい、怒られちゃって。ちょっと怒られて、うん。課題やってないとあんな目に遭うんだね。ダメです。凍らされる。全然目的にはウェルカムですけど、ね、いいシチュエーションでした。でもねこれを機会にシャウの先生とアルフィンをね、うん、皆さんに聞いていただけたのは嬉しいなと思っております。いい先生ですシャウの先生、はいうんはい、さてこのラジオドラマですどうしたどこのテンションレイリー先生が先生先生でもあれですよね、はい、2人で歌った、うん、シャウの先生と魔法少女 A、はい、もうこれを機会に聴いてほしいですね、本当に聴いてほしいし、うん、実装してほしいな、うん、使ったら曲が流れる的な、うん、いいですね、フレンドで持っている方はみんな使ってほしい、はい、無理ですがはい、さてこのラジオドラマですが、リスナーの皆さんからこんなシチュエーションのドラマが聞きたいというメッセージを募集しています。もしかしたら答えてもらえるかもしれませんよ。皆さんメッセージお待ちしてます。お届けしてきたジェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ、そろそろお別れの時間になってしまいました。はい、ここで最新情報が入ってまいりました。つむじ最新情報です。あれあれスタッフの方が気になって調べてみたそうです、はい、なんとつむじには逆回りも存在するそうですよ。あららら、右回りだけでなく左回りの方も中にはいらっしゃるということですし、1個も2個もいらっしゃると。うーん、結果つむじは宇宙だという最新情報が届きました。すごい。それを聞いてつむじフェチの内田さんどうですか。あ、やっぱりこれからは左巻きの人をじゃあ探すために今までより一層つむじをじっと見つめていきたいと思いました我こそは左にこうつむじが行っているぞっていう方はね、ちょっとうちさんのライブの時とかに皆さんがつむじを出したらすごい面白いです。え、待って、でも後ろ向きだよねあやちゃんに対してザッてみんな頭を差し出すあやちゃん時に変なフェチ持ってるよねつむじとかなんだっけ、あのキャラクターのパンチラフェチだっけ、あ、なんだっけ、ね、なんだっけ、なんかあるあったよね。ありました、ありました。割とうるさい大変ですって嬉しそうに言うはい、いろんなフェチを持った4人が集合しているこの番組巻き込まれたこの番組ですね、毎週月曜日の19時頃に配信されています。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。音声の番組ページのメールフォームから送れますよ。メッセージを送ってくれた人の中から抽選で1名様に私たちのサイン入りステッカーをプレゼントします。そしてここでリスナーの皆さんに精霊石1個のプレゼントのお知らせです。 URL は https://sgap.ps/clover です。こちらにアクセスしてください。受け取り期間は6月24日月曜日18時59分までです。ということでここまでの相手は緑川光と今井あさみと内田彩と高木理香でした。バイバイ、 バイバイ。この番組は株式会社セガゲームスの提供でお送りしました。